矢野ひろみ、斉寛翔吾のとりあえず生をお聞きの皆さん、こんばんは。スーパービバです。こんばんは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムのジョーです。よろしくお願いします。ということで、6月のハイライトリリース以来4ヶ月ぶりですね。南海放送月曜日夜のバンドとしておなじみになってきたんじゃないでしょうか。なってきたんじゃないでしょうか、ね、我々はスーパービバでございますけども、ね、はい、ぼちぼちね、まずはこの曲を聴いていただきたいと思います。スーパービバで突破口。いよいよあさって10月21日のリリースでございます、はい、新しいシングル突破口、自慢になりたいの両 A 面シングルから突破口を聴いていただきました。どうもありがとうございます。さあ、コメントの時間でございます、はい、5分いただいてるそうですけども、最近のスーパービーバーの動向しか書いてません。なるほど。これで5分持たせなきゃいけない、我々の身にもなってほしい、はい、最近の動向、柳沢さん、はい、なんか面白いことがあったっていう聞きましたけども、最近私がですか、はい、面白いことがあった。そう、当たり前だよ。全然ないね。そんなわけないよ。そんなわけないでしょうよ。昨日何してたんですか。昨日はちょっと食事しに行ったりしてましたね、うん、普通だね、はい、普通だね。食事で何食べた。昨日はですね、うん、焼肉をですね。あ、いいですね。いいですね。焼肉、焼肉好きだよね、はいはい、焼肉好きですね、はいはい、やっぱり、ね、なかなか行けなかったからさ、うん、なんかようやく少しずつこう外に食べに行く機会が少しずつできてきて、はい、これ結構嬉しいね。はいはい、って思ってますよ。ああ、そうです。柳沢、はい、さん、はい、焼肉に対するね、はい、こだわりなんつうの、ね、ああ、いいですね。ちょっと教えていただいたら、やっぱね、せっかくコメント5分いただいてるんで、まあ、こだわりというか、うん、結構やっぱりさ、脂っぽいのかとかっていう話を、これまでよく聞いてたんですよ、うん、はいはい、やっぱりちょっとカルビがきつくなってくるの、はいはい、うん、めちゃめちゃ思いますね。ああ、思う、思う、やっぱ思いませんか、はいはい。私はもう幼少期の頃から脂っぽいのが得意じゃないので、もう変わんねえと。変わらないってことですね。2、3枚食べるとエグエグしちゃうね。で、しかも、うん、2、3枚っていうの。今私が喋ってるんですけど大丈夫ですか。いやいや、すごく出てきた。あの、昔って子供の頃って、うん、焼肉ってすごく量が食べたくて。まあ、食べ放題。もう食べ放題が大好きだったんですけど。はいはい、今本当に、うん、まあ、2人で行って1皿でいいですよね、全て。うん、2人前とか頼んじゃうと、うんうん、すごい料理感じちゃうんですよ、うんうん、それだけで、うん、だからその1人前をまあ何種類かで、うん、昔の中で2週3週してた気がするんですよ、うんうん、その注文をね、うん、最近ね、うん、1週ですね。ということで、上杉さん、ね、最近何しました。あ、ですね、そう、面白いかどうか分かんないですけど、発見がありまして、はい、昨日ですね、あの、そうだ、あの炭酸水にカットしたライムを入れて飲んだんですよ、うん、そしたら限りなくジントニックで、みんながジンの味だと思ってるのって実はライムの味なんじゃないのかなって思いながら結構飲んで、ソーダにライムでジントニック、あのね、そう、ジンのジントニックのイメージとほぼ変わらないっていう。ほう、トニックはトニックだし、うん、ジンはもっと香りが入ってるけど、うんうん、ちょっとやってみてほしいんですけど、うん、カットライムを本当に炭酸水に入れて、氷入れて飲むと本当にジントニックみたいな気分で飲めると思います。だからそれは早速、そうそうそう、ライムの印象はそうなんだな。じゃあそれを実践したという藤原さんからちょっとコメントをいただきたいなと思うんですけど、え、どうですか。実践してねえよ。実践してじゃあまず実践してみて、うん、今作って飲んでみるっていうレポートしたんです。そうだね、うん、はい、できました。どうぞ。あ、じゃあいただきます。うん、うん、ジントニックだね。何もない空間にね、さもコップがあるように両手で包み込むような前もをしながら、ね、もうジントニックだねと口を尖らせる藤原さん、はい、ありがとうございます。ということで、我々スーパーイバーでございますけども、はい、メジャー再契約第2弾シングルでございます、突破口、自慢になりたい。これどんな CD になったか、柳沢さん教えていただいてもいいですか。はい、まあ今回両 A 面シングルということで、まあ、突破口、自慢になりたい、いずれもですね、本当に今のスーパービーバーを表した、楽曲になっていると思います。はい、こちら突破口はですね、テレビアニメ、うん、ハイキュートゥードトップのオープニングテーマにもなっておりまして、うん、まあ、すごくこうね、なんだろう、アグレッシブな、うん、スピーディーというかね、かなりバンドっていう感じの一曲になってると思うので、うん、一つあのライブ映えしそうだなと、我々も思っております。うん、で、自慢になりたいはですね、まあ、あのミドルバラードの楽曲なんですけど、なんだろうな、すごくこういろんな人の顔が思い浮かぶ一曲になったなと思ってます。まあ、我々結成15周年、16年目のバンドなんですけども、うん、あのなんか本当にいろんな人と共に歩んできたなっていうのは今一度こう歌にできたと思うので、うん、ぜひ聴き込んでいただけたら嬉しいなと思います。これからもガシガシ頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ます、最後に1曲聴いていただきたいと思います。いよいよあさって10月21日にリリースでございます、突破口、自慢になりたいの両 A 面シングルから、自慢になりたい。以上、スーパービーバーでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。